えー、そして、えーはい、最後に7月27日発売のファーストミニアルバム「オーバーチャー」に関してはい「オーバーチャー」のこの間あの先行視聴会っていうのをやったんですけれどもスイせさんにもねあの、はい、コメントを動画で送っていただいたんですけど4回ぐらい「オーバーチャー」って言ってるのが結構みんな、はい。<laughs> やや受けでしたね。あ、受けてましたはい、はい。あ、よかった、よかった。はい、まあまあ笑ってましたよ、皆さん。ちょっと私は会場の様子を見れてなかったんですけど。そうでしょ。あのね、ファン向けの会と、関係者向けの会の2回あって、ファン向けの方は、まああったかいですよ、空気が。<laughs> ああ、スイちゃんは、みたいな、今日も、みたいな感じだったですけど、やっぱね、このメディア関係者が集まる <laughs> はい。 中であの挨拶を流す時はちょっとちょっとばかしドキドキしましたね、はいはい、そうでし、はい、関係者の人たち大丈夫ですあの僕が事前にちょ,ちょっとすいませんあのファン向けにちょっとテンション高いメッセージになっていますけれども <laughs> ちょっとちょっとこちらご覧いただいてよろしいでしょうかってあの一言 申し添えましたんではい。どうあれ空気凍りついてませんでした大丈夫ですか全然大丈夫です本当に暖かかった冷え切ってない冷え切ってない、みんな優しい夏の温度保ってたは大丈夫ですよかった大丈夫です、ありがとうございましたお前ちいやでもなんか帰るときに泣いてる子とかいましたよその先行視聴会ええそうなんですかありがとうございましたつって本当にかわいいうん、嬉しかったな